いやー、ウエピーだよ。てなわけでね、今日はちょっと動画を撮りたいと思います。なかなかね、ちょっと忙しくって動画を撮れんやってからさ、まあでもみんながね動画を上げてくれっちゅうから撮ります。はい、で今俺がどこにおるかっちゅうと、メインビーチという場所にいます。ここに住んどります。場所はサウスポートとサーファーズパラダイスの中間ぐらいにあるとこかな。でまあ撮るネタは特にないんで、俺が毎日ねどういう場所をね歩いているのかっていうのをね散歩しながら説明したいと思います。行ってみよう。メインビーチっていう街は静かで高級層の人たちが住んでいる場所かな。大きい家とかがいっぱいあるね。ビーチでね泳ぐ人たちがいっぱいおるんで、こういうシャワーとかね、そういうのはまあビーチ沿いには、取り付けられてます。向こう側に見えるね長い橋を渡ってメインビーチからサウスポートの方にね渡ります。プリストリアンズ use other footpath。 人が歩く道のね歩道のことをねフットパスって言うんやけど、オーストラリアではこう呼ぶみたい。ようやくね橋の麓に着きました。ここから向こう側まで渡りたいと思います。多分ここをね歩き寄ったらトラムっていうね路面電車がね、走ってくると思うけど、これも7月ぐらいから、走り始めたっぽいね。いつの間にかねもう走りようね、もうすぐ、橋を渡り切ろうとしております。そう、あいつがトラムです。最近走り始めたね。はい、今ここにねあるこのトロリーっていうね買い物カートかな、これトロリーって言います。これ道端にこうやって置かれとうやろ。実はオーストラリアではお店でね使った後に家とかまで持ってっていいと、でその辺の道端に放りっぱなしで大丈夫。マジトロイヤー。今から大通りを渡ります。ポチッとな。でオーストラリアに来て一番最初びっくりしたのが、信号変わるのがめっちゃ早いんよ。今青ね、はい赤でもまあ点滅し終わるまでに渡りきればいいっていう話なんやけど、俺的には日本の信号の方が分かりやすいと思っちゃうけどね。どうでしょう皆さん。はい、道なき道を歩きます。バーリアちっちゃいけどもうすぐ学校に着きます。はい、トラム。はい、ってなわけでね今学校に着きましたんで、まあこんな感じよ、オーストラリアの今俺が通いよる通学路っていうのは。ほいでもうちょっとね頻度をよく頑張って YouTube アップするようにします。バイバイ。